ブポイント発見です。休憩されますか？妄想球です。お入りになられますか？お洋服を売ってますよ。見ていきましょうか。どうしてここに？届けに行くのよ。え？忘れ物を届けに行くのよ。どういうことでしょうか？いいから、行くわよ。妄想球です。お入りになられますか？思い出したわ。扉を見つけました。お客様、4名様のご帰宅です。ご注文はどうされます？お客様でしょうか？ご注意が必要ですよ。お客様でしょうか？ご注意が必要ですよ。お客様を発見です。お相手は4名様、奇襲です。気をつけて。サムカゼサイクル遅いって。これは後で。
注意が必要ですよ。おい、どこまで進むつもりだ？そうですよ、琴美さん。先はもう。きっといる。あの女のことだから、きっといるはずよ。先がいるっち。あんなに妄想に執着してた女よ。そう簡単に日常に戻れるはずがないわ。だから、今のうちに八つ咲きにする。それが私の届けたい忘れ物よ。扉です。この先には何があるのでしょうか。セーブはちゃんとこまめにし、やっぱりいたじゃない。勘のいい嬢ちゃんだな。女同士気持ちでも通じてんのか。ふん。さき、覚えてないか。俺だよ、朝日だよ。ダメなニートの朝日だよ。昨日会った人たちだよね。さきさん、リエです。覚えてませんか。さっきオイラッチ、由緒正しき使い魔のピンくんち。ごめんなさい。そうだよな、だって俺たちが壊したんだもんな。帰ろうぜ。そんな、さきさん。それじゃあ私の番ね。忘れ物を届けさせてもらうわ。え？琴美やめろ。サキはもう覚えてないんだよ。そう簡単に忘れられたら困るわ。お前の妄想を壊そうとしたことも、お前と友達になろうとしたことも覚えてないんだ。だったら私が思い出させてあげるわ。琴美やめろ。真田、お前何投げたんだよ。忘れ物よ。え、朝日さん、サキさんの足元です。何か落ちています。え、これって手帳。ふん、日記をつけるだなんてらしくないわ。それじゃあまさか。サキさん、読んでみてください。今日、私は妄想に出会った。なんだか特別な存在になれたみたい。少し怖かったけど、きっと大丈夫。だって、新しい友達ができたから。名前がないみたいだから、ピンくんっていう名前をプレゼントしたの。気に入ってもらえると嬉しいな。ピンくん？オイラのことわかるっち？相変わらず秋葉原って妄想がいっぱい。いつまで経っても妄想はなくならない。だけど今日新しい仲間ができた。ニートで頼りないけど、私の話を信じてくれた。仲良くなれるといいな。朝日、わかるのか。アイドルの妄想が壊れた。だけど新しい妄想が侵食していた。それと新しい仲間が増えた。リュウちゃんっていうとっても可愛い女の子。可愛さの秘訣教えてもらおうかな。
ゆちゃん。そうです、リユです。ヤマトってなんだか不思議。やっぱり本当は妄想を壊したくなかったのかな。だけど仕方ないんだよ。だって世界を守らなきゃいけないんだから。でも仲間になってくれて嬉しかった。ヤマト、私は間違っているのかな。妄想って壊したらいけないのかな。私の守りたい世界って何なんだろう。琴美ちゃんの世界と私の世界は違うの？わからない。私はわからないよ。琴美ちゃん、思い出したかしら。そう、私が琴美よ。あんたが妄想を壊そうとした真田琴美よ。忘れたなんて言わせないわ。わかる、わかるよ。みんな、みんななんだよね。あ、そうだよ、俺だよ、俺たちだよ。ピンくん、アサヒ、リュウちゃん、ヤマト、サキ。感動してる場合じゃないわ。日記はそこで途切れているのよ。え？当たり前よ、落としていったんだから続きをかけるわけないじゃない。私はその後裏切ったの。え？あんたはみんなを裏切った。そして秋葉原自警団に寝返った。私たちの敵なのよ。そんな、もういいだろう、その話は。よくないわよ。どうして裏切ったのか、そんな都合よく忘れられていいの？それは、だから私が思い出させてあげる。構えなさい。え？何発か殴れば思い出すでしょ。だから私と勝負しなさい。待てよ。やらせておけよ。だけど、それと私が勝ったら私の言うこと何でも一つ聞いてもらうわ。さあ覚悟しなさい。あんただけは絶対に許すことはできない。相手をしてあげる。待って、琴美ちゃん。私はあなたと戦いたくない。戦うか戦わないか、それを決めるのはこの私よ。消えた、滅せるわ。消えろ、見せなさい。まだよ。そうやって逃げ続けて満足かしら。野蛮で傲慢な攻撃なんて美しさの欠片もないわ。そんな攻撃が私に効くとでも思った？ちっとも見たくないわ。あんたその程度の、しつこい。トリカルジュースはっ、キリスタはっ、ハッ。私が相手してあげているの。だから戦いなさい。私のことだったらもういいんだよ。歌方の安らぎをナイトメ。私はどうしたらいいの？歌方の安らぎをナイトメ。歌方の安らぎをナイトメ。フロートフィット。はっ、消えて。そうやって逃げ続けて満足かしら。サンジュース。歌方の安らぎをナイトメ。もうやめて、お願いだから。もっと本気出しなさいよ。戦い方まで忘れたの？フロントフィーズ。
そうやって逃げ続けて満足か。そろそろ思い出しなさい。もう消えてみよ。もうやめようよ。逃げ続けて満足かしら。忘れたままなんて絶対に許さないんだから。ごめんね、だけどもう遅いよ。三十歩輝いて遅い。切り裂く。歌方の安らぎを泣いてね。そうやって逃げ続けて満足かしら。切り裂く。気を抜かないわ。歌方の安らぎを泣いてね。みんなと過ごせた。私はとっても楽しかったよ。歌方の安らぎを泣いてね。歌方の安らぎをナイトメン飛び込む。弱るか。知ってせなさい。私の勝ちね。どう思い出したかしら。そんな、まさか。思い出しなさいよ。わからない。約束したわよね、私の言うこと何でも一つ聞くって。だからこれは命令よ。思い出しなさい、思い出しなさいよ。勝手に忘れるんじゃないわよ。もう思い出せないのか。なあレイジ、お前何か知らないのか。知らねえって。俺はそんな便利人じゃねえよ。それじゃあもうサキさんは。だけどよかったじゃねえか、お前らのことは思い出せたんだ。よくないわよ。琴美、私はこの女を許さない。なのにこんな中途半端じゃ恨めないじゃない。なんだよそれ。あんたは黙ってなさい。はあ、おいやめろって。それじゃあ朝日はこの女を受け入れるの。自警団に寝返ったこの女を。それは。ごめん、みんなごめんね。やっぱり私はみんなと一緒にいられないみたい。だからバイバイ。サキ！待って。あなたは。元気そうでよかった。どうして葵がここに。団長がね、これを朝日に届けるようにって。もしかしてこれって。必要だったら使ってくれって。それじゃあ私帰るね。バイバイ。おい橘、何を受け取ったんだ。自警団の活動日誌だ。
無事にドールの妄想は破壊した。だが無事ではない少女がいたの。名前は星野咲という。そう、秋葉原の片隅で彼女は随分と落ち込んでいた。宿敵である私に牙を向けることもなかった。秋葉原の住民として放っておくことはできまい。だから私は彼女に尋ねたのだ。すると彼女はこう答えた。世界って一つじゃないのかな。どういう意味だ。私が守りたかった世界はあの子にとって幸せな世界じゃなかった。違う。私は自分で勝手に世界を守っていただけだった。私のために守っていたの。自分は偽善者だとでも言いたいのか。難しいものだな、世界を守るというのは。世界は一つしかない。だが見方を変えれば世界は人間の数だけ存在する。そう、我々と君たちのようにだ。我々は妄想を壊すべく活動している。そしてそれは君たちも同じだろう。だが我々は共に歩むことはできない。それは互いに見ている世界が違うからだ。同じ目標を掲げながらもこうもすれ違ってしまうものなのだよ。妄想を壊したい少女と壊されたくない少女、そんな二人が。それじゃあどうしたら。我々の軍門に下れ。え？ゆっくり知っていけばいい。まずは同じ目標を掲げた我々の考える世界を、やがていつかたどり着けるだろう。相反する思いを持った少女の考える世界、そして彼女は秋葉原自警団に加わる道を選択した。すべては一人の少女、真田琴美という相反する少女の世界を知るために。それじゃあんた、琴美のために。ごめんなさい琴美ちゃん、本当にごめんなさい。今さら謝ったって遅いのよ。自分勝手で傲慢だったくせに、そんなんじゃ根に持てないじゃない。ごめんね。そうだよね、今さら謝ってももう遅いよね。もう、そういう態度があんたらしくないって言ってんの。さっきの命令は取り消しよ。だからもう一つだけ私の言うことを聞きなさい。これ以上私に謝ることを禁ずるわ。でも。ああ、もうまたそうやって。いいわ、わかった。私はもうあんたが何を言っても絶対に許さない。え、本気ですか琴美さん。おい真田、せっかく星野が謝ってんのに。あんたは黙ってなさい。どんまい大和。ふん、私はあんたを一生許さない。だから私が許すまで一緒にいなさい。私の世界を教えてあげるわ。琴美ちゃんですって。咲さん、リュウちゃん。素直じゃねえな。ヤマト、勘違いしないで。一緒にいたら思う存分復讐できるじゃない。だってよ。うん、そうだよね。
確かに復讐されちゃうよね。でも私、琴美ちゃんになら復讐されてもいいかな。ひどいっち。さっきはオイラより琴美を選んだっち。ビンくん。そんじゃさっさと外に出るか。今日は俺が特別にご馳走してやろう。大人ぶってんじゃねえよ。大人だっつーの。だったら焼肉だ。一番高い店にするぞ。ガキはサービスカルビでも食ってろよ。琴美ちゃん。何？琴美ちゃん、本当にごめんね。そしてありがとう。何のことだかさっぱりね。ただまあ、あんたの妄想嫌いじゃなかったわ。すごいですね。もう事細かに書いてあんのな。おかげで助かったよ。団長さんたちにお礼を言わないとですね。よかったな、ジョーちゃん。何がよ。俺はあっちのジョーちゃんに言ったんだけどな。誰か携帯鳴ったぞ。あ、私だ。え、団長？自警団ですって。え、嘘でしょ。どうした？もし私の名前に見覚えがなければ読み捨ててほしい。もし見覚えがあるのなら自警団のアジトには近づかないでほしい。現在我々は妄想管理局と交戦中って。え？奴らそう動いたか。なんで管理局が自警団を？管理局の役割を忘れんな。奴らは妄想を資産にしようとしている連中だ。だから妄想を無差別に壊す自警団は。ああ、だからまずは自警団を潰しに動いたんだろう。みんなは無事なのか？わからない。みんなのことは何も。どうすんだよ。このままほっとくのか？琴美、お前はどうなんだ？ふん、あんたが決めなさい。ありがとう、琴美。みんな、自警団を助けに行くぞ。